回は英傑大戦を初めて見て、まず名の追加リュウグジンを紹介しようと思ったけど、性能もシステムも環境も全く把握できてへんから、プレイしてみて感じたことの話をしていくよ。というのも、英傑は肌身合わんところが多くてな。まずはレアリティ、従来シリーズのカードゲームらしいコモンアンコモンレアスーパーレアから、ノーマルレアアイスレア、そして日色キラキラ UR リアトサメ会、そんで次に6インボーナス、いややっぱソシャゲや。このコロナ禍にわざわざゲーセン通うんはアケティを求めとるからよ。ソシャゲやるなら家でやるわ、ウマ娘育てるわ。そしてスターターや、9コストのゲームで6コストのスターター配ってどうするんや。コスト合うように揃えるまでに金かかったわ。ソロ生のこと考えとんか。例えば1デッキ40枚の遊戯王でマスターデュエル始めたら、最初カード20数枚しかない。どけかのスタートデッキ100買ったら30枚ちょいしか入ってないとか、そういうレベルやぞ。最短最安で9コスト揃える方法がサブか作って、スターター2つ組み合わせることってどうかしとるやろ。弱くてええから、せめてスターターをゲームできる形にせえや。印刷しないことができる今サプではリサイクルボックスからカードを回収することもできんから、ソロに優しくなくてカード集めて心折られた結果行き着いた結論が、ガモスターター献身でええやという精神や。特にうちの場合、カードゲームらしいコモンアンコモンってレアリティが好きで、こだわり持ってやっとったから、カードデザインがソシャゲ的なノリになってしもたんは本当に寂しく感じたよ。ノーマルカードをするのにも100円取られるし、戦国三々で苦しめられた大御方も復活して使いたい王子使うまでに投資がいるしで、いろんな構築戦略で楽しみたいプレイヤーに不親切な点が目立って感じたよ。今自分でノーマルカードって言って改めて気づいたけど、この外れカード感ある扱いやイメージが嫌なんよな。コモンカードの珍しくないカード、流通しやすいカードみたいな響きが好きというか、それなら家でできるソシャゲでええかも。手を持って馬娘の育成をそれなりに勉強したから、いずれそっちの動画に移行していこうかなと考えとるよ。とはいえ今は三国志大戦がいろんなデッキとマッチする環境やし、英傑大戦が合わんと感じたら素直に三国志大戦を楽しみたいな。英傑自慢点あるみんな戻ってこい、三国志楽しいで。そんな願いやアピールを込めて、動画後半には三国志の試合を入れてあるから、そっちも見てってくれると嬉しいよ。特に今の三国志大戦は玄関やチョウヒといった他の同コスト高いカードの採用をためらわせていたスペック契約とも優秀だった鉄板パーツや、たとえ落実や挑戦のような登場以来使われ続けたデッキに画法が入ったことで、デッキコンセプトはもちろん構成パーツも潤沢なカードプールから、使ってみたい1枚を選べるし、どの消費で使うか、どの武器効果を選ぶかといったプレイヤーごとの個性や好みを反映しやすいのも三国志の楽しいとこやと思うよ。なあみんな、うちと太田闘館と一緒に時の流れにやらない続けへんか。この手は借りぬ。どうせだけ逃がさん全軍前進、今だ。我を退けるか。見るがよい、この主婦の覚悟を。読まれるものか、俺が戦場を飲んでやるんだ。ちょいはしない。逃がさん流派発動、三の肩深く逃がさん流派発動、三の肩しくじったか。前期解放、戦場が我を呼ぶ。人の手は借りぬ。者ども始末するな。くそ、次こそ
いるがよい。この主婦の覚悟を。やっちまったか。三。これだから乱戦機を解放。白い逃がさん。全軍前進。逃がさん。見るがよい。この主婦の覚悟を。三。突撃。やっちまったか。覚。運は天に、鎧は胸に、手柄は足にあり。行きますよ。突撃。あんたとは出来が違うんだね。しくじったか。ふん。おはい、先に帰るね。突撃。突撃。行きますよ。突撃。行きますよ。やっちまったか。次こそは引きましょう。突撃行きますよ。突撃。
流派発動。三の型号令は出力書を着込めて 13.7 カウント。同コスト帯にはより効果時間の長い弓のレア調停があるけど、効果時間中静止し続けた場合の回復量は 60% 以上と次戦能力で上回るよ。突進突破3代目は武力7知力5制圧に無特技とスペックは低めやけど、城の防衛に信頼のおける赤と号令付き単体強化の青で使い分けが効くし、理財ポイントも高いから個人的にかなり好きなカードやわ。今かあなたの病にはこのお札が一番です。白馬には傷一つつけさせないよ。今か
出置きの一味を裁く時だ。愚直に拙者の戦を貫かん。2000目は超号令デッキ。コモン芝居やアンコモン加工機は有料スペック魅力持ち。アンコモン芝居やアンコモン道中も、覚醒持ちとしては、序盤から足を引っ張らない数値に、強力な計略を兼ねていて、ポテンシャルを感じるデッキと感じたよ。やれ！震えておる。やれ！そこです。そこです。やれ！魔導は誰のとは。ぬるいぜ。まぐれあたりというものですよ。ぬるいぜ。やれ。引き上げる。そこで引き時。ぬるいぜ。やれ。ライライ。ぬるいぜ。
受け入れます。しばらくここに伏そう。お悩みですか？惑わされぬとは。惑わされぬとは。
だまだか。止まれ。ちょいとやりすぎたか。やれ。失礼。引き上げ。そこです。ご視聴ありがとうございました。三国志大戦、いろんなデッキが使えて、本当に楽しい環境になっとるから、英傑勢の王にも今やってみるのをおすすめするよ。